これは、私が小学生の時に体験した話です。当時、私が小学4年生の頃にある噂が流れていました。この学校のトイレの鏡に向かって、あなたは誰？私には未来がある。あなたにはない、と言うと、鏡の中からショートヘアの女の子が出てきて連れて行かれる、という噂でした。私は幽霊とか、そういう存在を信じない人だったので特には気にしていませんでした。けど、授業の時にお腹が痛くなってトイレに行きたくなり、トイレに行くことにしました。廊下は放課とは比較的に違って静かでした。トイレに入り、鏡の前を通ると、私だけが映っているはずなのにもう、一人誰かが映り込んでいるような気がしました。けど、私はどうせ見間違いだろうと思いスルーしました。用を済ませ、個室から出て、鏡の前にある水道で手を洗おうとしたとき、はっきりとその姿は見えました。髪は短くて噂通りの少女が映り込んでいたのです。でも、噂ではあの言葉を言うと出ると聞いていたのでとてもびっくりしました。私は腰を抜かしてしまい、動くことができませんでした。すると、鏡から声が聞こえてきました。ねえ、お友達になろうよ私ね、一人ぼっちで寂しいの。私は死んで未来はない。けど、あなたはまだある。それはずるいよ。一人ぼっちはやだよ。ねえ、二人で行こうよ。私は目をつぶって叫びました。あなたに何があって死んだかなんてわからないけど、私はあなたとは違う。学年だって違う。私にはどうすることもできない。あなたは一人じゃない。あなたの家族や、友達の心の中に永遠に生き続けていく。一人じゃないんだよ。少女は涙を流して、微笑みました。ありがとう。そう言って消えていきました。私には何が起きたかいまでも理解できていません。けど、これだけはわかる。あの子はきっと寂しかったんだ。一人で。だから、連れて行こうとしたんだ。でも、大丈夫。これからは花束をあなたのために学校に届けるから。